皆さんこんにちは、シンガーソングライターの堀内圭三です。本日もほっこりカフェチャンネルご視聴くださいましてありがとうございます。今年のむちゃむちゃ暑くて、そして長かった夏も、ほっこりカフェチャンネルといたしましては、ドラマ、海の始まりの終わりとともに、今年の夏が終わり、そしてまた今年の秋は、2年前に放送されました、ナンバーアイの平野紫耀さん主演のドラマ、クロサギとともに、10月の声を聞き、このほっこりカフェチャンネルのこの秋は、クロサギとともに、始まりました。ほっこりカフェチャンネルでは、まあ、初めての試みなんですけども、まあ、今までも毎期、なんかすごく心が惹かれて、そしてまた、このほっこりカフェチャンネルのテーマでもあります、シニア世代になっても、なんか毎日生かされている命に感謝をして、まあ、毎日毎日精一杯頑張って生きていく、そして人生の後半戦の方が、いよいよここからが本番、なんかおまけの人生ではなくて、ここからが私たちの人生の本番や、そんな気持ちで生きていく、なんかそんな材料になるような、なんかこう参考になるような、そんなドラマと、まあ出会ったら、このほっこりカフェチャンネルでは、こう積極的に取り上げさせていただいて、まあお話しさせていただいているんですけども、今回10月から取り上げさせていただいております、平野紫耀さん主演のクロサギは、ちょうど2年前、2022年の10月から12月にかけて、まあ、放送されましたので、まあ、1話についての動画の中でもお話してますように、まあ、きっとこの動画を見てくださっている方のほとんどは、まあ、すでにこのドラマを見ておられるし、もちろんこのドラマのストーリー的なところ、最後10話がどういう形で終わるかというところも、まあ、重々知っていただいていると思うんですけど、私は本当に中途半端にこのドラマを見てなくて、まあ、本当にある意味良かったなと思うんですけど、全く内容が知らない私が、まあ、ここに来てそのナンバーアイにすごく惹かれるようになりましたので、またナンバーアイのメンバー3人、平野紫耀さん、岸優太さん、神宮寺優太さんのそれぞれのなんかパーソナリティ、パーソナルなところもここからなんかすごく興味がありますし、また3人の演技作品もこれから追いかけていきたいなと思っております。3人のメンバーで言いますと、まずは、岸くんの映画 G 面を取り上げさせていただいたんですけども、岸くんの時代劇もぜひ見てくださいっていうようなコメントもいただいてますので、一つずつこれから皆さんのなんかコメントを参考にさせていただきながら見させていただきたいなと思っております。で、先週1話について、まあ、お話しさせていただきまして、黒崎、そしてまたこの桂木、三浦智和さんが演じておられます桂木との、このなんかすごく守ってくださってるんやけども、この因縁みたいなところは1話を見ただけでも分かりましたし、そしてまた家族のまあ敵討ち、まあそのクロサギをやりながらも、そのまあ大元でもありますなんとか三木本に、その家族のまあ本当にもう敵討ちをしたいなという思いで、なんか今このクロサギをやられてるっていうようなことも一応見ただけでも分かりました。で、今日はまずはその2022年のまあ10月から放送されたんですけども、この平野紫耀さんが置かれてるこの時期のなんかこう背景みたいなもの、立場みたいなものはそんなに事情が詳しくなかっても、この時期に大賞発表されまして、そして翌年、2023年の5月にまず平野紫耀さんと神宮寺勇太さんが大賞されまして、そして岸くんはおそらく先ほど言いました映画、G 面の公開がちょっと押したと思うので、で、その公開が終わるのを待って9月末にまあ大賞されて、もう2人が先に行っておられました、滝沢秀明さんのまあ 2B のところにまあ合流されて、ナンバーアイ3人がこう結成されるというところなので、まあ本当にそんなにこの細かい事情を知らなかったとしても、普通に考えるだけでどれだけ大変な状況の中で、
この撮影に臨んでおられたか、このクロサギのこのドラマの主演をしておられたか、でこの撮影にしておられる時はもちろん事務所の所属ですし、まあ今までその平野翔さんを担当してくださってたもちろんスタッフの皆さん、マネージャーの皆さん、そんな方がおられて、その方たちと一緒にサポートしていただいて、このドラマのなんかお仕事撮影をされてたと思うんやけども、もうすでに会社とのやり取りでその大賞を発表する、11月に発表する、そしてまた年明け来年には退所するっていうことをもちろんその周りの方たちも知っておられるやろから、そんな中で本当におそらくその微妙な空気感の中でまだ20代半ばの青年がどんな気持ちでこのドラマのなんかお仕事を主演をしてたんやろうなっていうのは、そんなにこの細かい事情を知らなかっても分かります。そんな中でこのまた切ない、ものすごく切ない役をこのなんか講演しているのを見ると、なんかそのあたりもすごくまたそのあたりも惹かれたりします。でこのあたりをコメントで教えてくださっている方がおられましたので、まずはその1話の動画にもたくさんの方がすごく素敵なコメントをいただいてたんですけども、その中ですごく私も、ああそうか、そういうことやったんかと教えていただいたコメントをちょっとまずいくつか紹介させていただきたいと思っております。まずこれがピングさんからいただいたコメントなんですですけど、クロサギは漫画原作ですが、原案の方が今もヤマピーと、ヤマピーで最初クロサギやられたのをもう一回今回は新たにこの平野翔さんで、まあ、新しくされてるということで、原案の方が今もヤマピーとドラマをしておられます。クロサギはヤマピー以外ありえないと制作が始まる前からまあまあ厳しいご意見を発信しておられたんですが、かっこ事務所を辞めたらできなくなって新たに同じ事務所のタレントを押してくることにお怒りな感じ、かっこ、あ、そうか、ヤマピーがもう事務所を辞められたから、じゃあなんかこう次は平野翔くんをまた推薦してきたんやなみたいに、もしかしたらこの原作な原案の方が思われたっていう意味やと、思うんですけども、1話が仕上がり、関係者を集めての試写会で、この方と平野くんが廊下ですれ違ったそうなんです。どうせ済ました感じで通り過ぎるんだろうなぁと思っていたところ、平野くんが深々とお辞儀をしたと。特に紹介されたわけでもないのに、そこから厳しい言葉を発されることはなくなりました。実るほど神戸を垂れる稲穂かなと書き込んでおられました。ナンバーアイのメンバーはいつでも誰よりも深くお辞儀をする3人です。ドラマを楽しんでくださいということで、あ、なんか本当にこのところで、その最初のこの原案の方がなんか思われた気持ちもわからなくはないんやけども、その特に紹介されたわけはないのに、この1話のなんか試写会の時で深々とやっぱりこうお辞儀されたことで、あ、なんか丁寧な子やなっていう感じだと思うんですけど、まあそうですよね、もう人生のなんか先輩に当たる方に対してもしっかりと礼を尽くしたら分かってくださると思うので、このあたりもなんか平野翔さんのなんか人間性がすごく分かります。そしてこのカズさんのコメントをすごくなんか私もね、心に響いたんですけど、いよいよクロサギ見ていただけるんですね。一つ重要な点です。久しぶりの平野翔主演ドラマが10月21日にスタートし、1話ですね、第3話放送の11月4日に3人の電撃退所報道がありました。大人たちに理不尽に踏みにじられた人生、それに立ち向かっていく黒崎が実際の平野翔の人生とリンクして、とてつもない感動をもたらしてくれる、キンプリ時代の彼の代表作です。ファンの心とつららの心も一体化していく様をぜひ心してみてください。カオさん、すごく貴重なコメントいただきましてありがとうございます。3話放送の11月4日に、その、事務所を退所するという報道があったということなので、なんかこのあたり、そのファンの皆さんは、そしてまたドラマの内容が、まあ、こういう非常にこう切ない、内容でもあるから、
どんな思いでこのファンの皆さんが、まあこの発表を聞いて、そしてまた夜の、このドラマを見ておられたんやろなと、なんか思うだけで、なんか私もなんかファンの皆さんのなんか気持ちを思うだけで、なんかちょっと胸がこうなんか熱くなっていく、そんな気がいたします。そしてよちよちさんからいただいたんですけども、私もアイリーズ御年69です、福岡ライブ当選しました、おめでとうございます。クロサギ全巻ブルーレイ購入して時々見ています。堀さん、主題歌の月読みを語っていただきたいです。カラオケで毎回歌っています、お願いします、ということで、でこの月読みという楽曲も前回の1話を見させていただいて、また聴かせていただいたら、むちゃむちゃこのラテン的、ちょっとスペイン感じる、スパニッシュっぽい感じの、ものすごくなんか素敵な曲やなと思いましたので、ここもう少し深く考察させていただきまして、次回の3話をお話しさせていただくときに、この主題歌の月読みについても詳しくちょっとお話しさせていただきたいと思いますので、よちよちさん、次回の3話のところまで待っていていただけたらなと思っております。もういくつかね紹介させていただきます。ママリンさん、圧巻の演技でした、よく練られた作品、ジャニーズは全く興味がないのでジャニーズ作品は見ないんですが、平野くんファンなので当時のめり込みました、とても難しい役でした。脱退退所発表の精神的に大変な時期で、見ていたファンは毎回胸が詰まる思いで見守っていました、ということで、まあ、本当にきっと先ほど言ったようにこの時期のところで、まあ、本当にファンの方の気持ちを思うと、なんかどんな気持ちでこの見ておられたんやろなと、本当になんか皆さんのコメントにも教えられて思います。そしてつや子さんからも素敵なコメント、お父さんに迫られた時、高校生だった黒崎は、お父さんどうしたの?というような、何とも言えない切ない目をするんですね。その目を見た時、心が苦しくなるほどでした。一話でありました。翔くんは不条理なことへの怒りと切なさを演じることができる俳優さんだと思いました。俳優平野翔、満喫してください。私も今、初めて見るような気持ちで再度見始めました。魅力的なドラマ、何回見てもいいですね。一緒にまた、もうきっと皆さん何回も見てられると思うんですけど、また一緒に、一話ずつ私となんか一緒に見ていただけたらありがたいです。最後にもう一人だけ紹介させてください。みーさんからいただきました。メイキングで船越さんが、平野くんは圧倒的な主人公力の持ち主、ふわっとした奥にある闘志も感じて素晴らしい、虜になった一人だと絶賛してくださいました。監督もみんなが平野翔を好きになっている、スタッフ全員が翔に夢中、これがすごいって絶賛でした。平野くんの表現力の素晴らしさを痛感する作品で大好きです。堀さんの感想を楽しみにしています、ということで、私もまあこの2時間ドラマの帝王であります、もう船越さんのまあ演技力の素晴らしさはもうみんながこう分かってるところやと思うんですけども、今回つららちゃんのまあお父さん役っていうところで、この2話でも訪ねてこられてすごくいい味を出しておられるんで、こっからまあつららちゃんとのやり取りも楽しみなんですけど、このままずっと船越さんとのやり取りは続くんでしょうか、答えていただかなくていいですよ。なんかすごくドラマの中で、まあ、毎回そのまあ詐欺師が出てきて、新たな詐欺が出てくると思うんですけど、その白詐欺を、まあ、黒詐欺である黒崎くんがやっつけるっていう、まあ、ちょっとヒリヒリする展開になると思うんですけど、なんか私も1話2話見させていただいた段階で、この船越さんの存在が、なんかちょっと私の中では1話2話を見た感じでは、ものすごく人間性もいい方なんで、なんかこう、癒しになってる。で、もしかしたら、なんかこう、この黒崎くんのことをどこかなんか息子を思うような気持ちでここからなんか登場していただけたら嬉しいなと思ったりいたしましたので、まあまた3話以降ね、船越さんの登場も楽しみさせていただきたいと思うんですけど、その船越さんがもう圧倒的な主人公力を持ち主っておっしゃってるので、もうこれ何よりの翔くんの演技力に対する、そしてまた存在感に対するなんかお墨付きをいただけたのではないかなと思っております。
で、今回の第2話は契約の罠、カード詐欺の闇を食らうっていうことで、今回最近よくいろんなドラマに出ておられます、いろんなこのなんかいい役もできるし悪い人の役もどっちもできる新納慎也さん、川中っていうこの人がそのなんかこうアイドル的なこう人気スターに合わせてあげるっていう、まあ詐欺にこの、江本美智子さんのことを、八木莉可子さんが演じておられるんですけど、これって本当に今でももしかしたら、こういうことを持ちかけられたら本当にもう100万円でも200万円でももし本当に合わせてもらえるならもっと出してでも会いたいって思われる方は実際におられるやろうなと思って、そのまたファン心理にまあつけ込むようなところの、まあこの一つの今回の2話で描かれたこういう詐欺もきっとなんか表に上がってこないところであるんやろうなっていう、なんかそんな気がいたしました。で、この江本美智子さんを演じられました八木莉可子さんは、私はスノーマンのおそ松さん、映画おそ松さんで春っていうちょっと神秘的なあの女性を演じておられたからすごく記憶にあるんですけど、なんかすごく素敵な女優さんやなと、思います。だからここから毎回この新しい詐欺師、そしてまた詐欺師への被害に遭われる方、このあたりが毎回なんかこう新しい役者さんが出てこられると思うので、まあ、このあたりも私もね、毎回そのあたりの演技を見させていただくのもなんか楽しみにさせていただきたいなと思っております。で、今回の2話ではそのまあ三木本と桂木さんが実際にあの釣り堀のところで会ってお話しされてたから、もう一話を見ただけでももう繋がってるのはもう間違いなかったと思うんですけども、このあたりこの三木本がその黒崎くんのまあお父さんを騙したことは間違いないやろから、そこを本当に桂木もそのお父さんを騙したところにやっぱりまあこの加わってるような感じやったら、最後本当にその桂木にも仕返しを敵討ちをしなきゃいけないから、まあこのあたりもう2話ではしっかりとこの2人が話しておられるところがあったので、さあここからどうなるかというところなんですけども、で真ん中のところでなんとこの黒崎くんが桂木に対して包丁で切りつけるようなところがあって、あそこの店で働いてる方に取り押さえられましたけど、それでここにちょっと傷が今でも残ってる、あの傷は黒崎くんがこう切りつけた時にまあできた傷で、その後またこのあそこに来る桂木のところに現れて土下座をして、そして俺をそのまあ詐欺を教えてくださいっていうようなことをまあ言わはるんやけども、で詐欺を覚えて三木本を食うつもりかと、そして最後俺なんだろっていうふうにもう三木本にまあ仕返しをして敵討ちをして、そして最後敵討ちは俺なんやろっていうことを、あそこでああいうふうに桂木さんが言うておられるから、まあこのあたりも毎回、その毎回新たな詐欺みたいなものを、そしてそれをまた食らう、黒崎が描かれてて、そしてまた黒崎と桂木の関係性みたいなところ、そしてまた桂木の真意はどこにあるのかみたいなところが少しずつなんかこう解かれていくのではないかなと思います。で、これが今回リアルタイムで私も例えば今回の10月期のドラマとして放送されて、このドラマになんかすごく気になってほっこりカフェチャンネルでなんか取り上げさせていただくとしたら、これはどういうことなんやろう、あそこのあのシーンはもしかしたらこういうところに繋がっていくんじゃないかな、みたいな、きっと私、考察をなんか入れてたと思うんですけども、今回本当に楽しんで見られて、楽しんでお話できるのは、考察をする意味がない。なぜかというと、皆さんはもう全部知っておられるから、考察をする必要がない、考察をする意味がないっていうのが、なんか皆さんに、そうですよね、みたいな感じで、なんかこう問いかけさせていただく、
恐る恐る訪ねさせていただくみたいな、ちょっと不思議な動画になってるかなと思うんですけど、で、そうでもう全く、考察する、なんかこう意味もないし、今ちゃんと描かれてるところだけを、そのまま、その舞は舞は描かれてるところだけを、しっかりと受け止めさせていただいたらいいだけ。そしてまたそれを語ることで、おそらく心優しい、翔くんのファンたちは、なんかこの動画を見てくださるかなと思いますので、なんかすごく楽な気持ちでお話できてるなと思って、もしこれが、今リアルに放送されてるのを毎週リアルタイムで追いかけてたら、きっと私のことやと考察を入れてしまったりするんですけど、もうそんなことが何の意味もないというのが、なんかお話ししてて、なんかすごく楽です。で、最後のところで、これがまた3話が楽しみになってきたんですけども、カシナ・マサルっていう、まあ、刑事、この人も、やっぱりこの、親がおそらく、騙されてるんですよね、その、詐欺に。だから、詐欺っていうものに対して、人一倍、まあ、詐欺は犯罪やから、この刑事さんが誰もがこの罪を憎んでその犯人を追いかけるのは当たり前やけど、なんかより一層この人はまたプラスそこになんかいろんな思いを持って詐欺師を追いかけ、そしてまた黒崎を追いかけてるみたいなので、あそこのほっこりしたあのアパートで、あのおじさんのあの方が天野さんって人か、有限層っていうところですかね、あそこでなんかほっこりしたなんか時間が流れた後にいきなり、このカシナが訪ねてきて、いきなりこの黒崎を殴りつけるっていうところで終わったので、まあ、このあたりはまた3話のところでまた楽しみにさせていただきたいと思いますし、なんか見させていただいて、その船越さんの登場も楽しみやし、あの、まあ、ボロアパートって呼んでいいかな、あの、あそこの古いアパートでの住民の人たちとのやりとり、そして今はやっぱりどんな理由があろうとも、やっぱりこの詐欺をするっていうことを、まあ、罪を憎んで、まあ、つららさんとのなんかこう心のなんかやり取り、まあ、きっとその黒崎くんのことを、まあ、どんどん理解していく間で、まあ、つららさんのお気持ちもなんかまた変わっていったりするし、そこにまたお父さんの思いみたいなものも入ってくるのではないかなと思いました。もう2話からもうすっかりもうまた、もう1話でもかなり引っ込まれたんですけども、1話ではもういきなりやっぱりこの翔くんの声と、そしてまた哀愁のある演技にすごく引き込まれましたし、この2話のところでは、カツラギに対して、まあ、切りつけた、あのあたりの白心の目の表情にもすごく惹かれましたし、その後、この自分が切りつけた、その相手に対してもう一回土下座をして、この詐欺を教えてくれっていう、あのあたりの白心の演技にもなんかすごく惹かれました。またこの2話についてお話しさせていただきます。この動画にも2話についてのなんかいろんなコメントも教えていただきたいですし、また1話に先ほど紹介させていただきましたコメントみたいに、この時期のなんかこう平野翔くんの置かれてる状況などについても、まあさらに詳しくご存知の方がおられましたら、また動画にまたコメントいただけたらありがたいです。また毎回その2話、1話の時、2話の話す時には1話にいただいたコメントからちょっと何人かの方のコメントを紹介させていただいたんですけど、次回3話についてお話しさせていただく動画でも、今回この2話の動画になんかいただいた皆さんのコメントから、なんか私がぜひまた皆さんになんかシェアさせていただきたいなというコメントも紹介させていただきたいなと思いますので、ぜひまた皆さん、なんか私の知らないところ、このあたりの時期的なことも含めてまたコメントで教えていただけたらありがたいなと思っております。もうすっかり2話でもうこのドラマに引き込まれ、そしてまた平野翔さんの素敵な演技に、ハートをつかまれております。じゃあまた3話についてお話しさせていただけるのをまた楽しみにしております。ありがとうございます。生まれてきてよかった、君と出会えたから、生まれてきてよかった、君と出会えたから。